その子どもたちが地域に入ることによって地域が元気になるという側面ですね。特にちょっと危険なことこそ楽しい、これは抜かせないな。元気になる体験、クラスで何か一緒にやりてる体験やらせたいって思うんだったら、そんなプログラムもどうぞって提案できないと。コンプレックスに変わるんですよ。たったワンエピソードで人間に変われるもんだって言われます。また、村長をはじめ関係省庁の皆様には、このセミナーの開催地として兵庫県を選んでいただきましたこと、感謝を申し上げます。そして先ほど司会の方からご紹介をございましたが、本日は全国から参加をいただいております。地元県として心から歓迎を申し上げます。この産業村交流プロジェクトですね、実はこれ農林水産省と文化省、総務省が連携して、始まりましたのが平成20年度からになります。実は当時私兵庫県庁の企画兼任部に勤務しておりましてですね、当時総務省の先輩がですね、兵庫県で4泊5日のですね、小学生の宿泊体験をやっているということで、視察に見えましてですね、それを見ていただいて、これはもうぜひですね、全国展開すべき素晴らしい事業じゃないかということで、私がちょうど4年前に兵庫県にいる時にですね、このプロジェクトを始まっております。そういう意味ではまさに全国の今展開されているこのプロジェクトのですね、発祥の地というべきですね、この兵庫県におきまして、このセミナーが開催されること、大変入り組み深いことだというふうに考えております。はい、五十嵐先生、お前の番ですよというんで、私が全て任せております。このように退部します。これが去年の私が飛んだところです。こちらが今年です。ちょっと腰が引けております。これ飛ぶちょっと2ヶ月前にあばら骨折しまして、ちょっとひっぴり腰ですが、必ず一番最初に私が飛び込みます。私が飛び込んで足がつかなければ大丈夫だろうと。やはりそういうふうな、やっぱり1年1年命をかけて、まあ、やっていくしかないかなと、ね、思っております。これがまあ学校教職員のありますかね。そういう使命だと思っています。そのまま回しながらずっと下に下ろしていただけますか。今どっちに回ってます。もっと素直におおって言ってください。子供たちですよ。何のために子供たちに体験活動を提供していくのか、どんな力を育みたいのかっていう目的がはっきりしてくると、それなりに効果的にいろんなことができると思います。そこをどうこれからのモデルだけではなくて一般化していくのかというのが施設としての大きなテーマかなというふうに思います。本当に子供世界ですっげーって視線をバーッ見た時にね、彼らの中からバカーッて出てくる何か強いものが、これはもう何度も何度も何度も経験しました。そしてさっきもどちらかおっしゃってた6年生ってもう鍵だと思います。本人も連れてきて見せてもね、照れてますよね。何言いたいかと、本当に社会から評価された間違いない自分じゃないですか。とね、もうすごい自信がついて、これはもう変わってしまう。これはいわゆる成功体験、最高聞いてるのは、自信に変わるか、コンプレックスに変わるかって、たったワンエピソードで人間に変われるもんだって言われて、200日からものすごく長いそういう意味で、いろんなことが起こります。